よかった、年越す前に体調が戻って。なんか自分でも思った以上に長引いちゃってちょっとびっくりしちゃったんですけど、一旦熱は下がったのでよかったです。ありがとう飯食ったって、食べた食べて、一応ね熱下がったんですけど、一応薬も飲んで、まだね処方されたお薬が残ってるのでそれも飲んで、鼻も良くなった。うん、だいぶ良くなったかも。うん、そうね、うん、いい感じです。熱の原因は風邪だって。みんなも気をつけてね。今風邪ひいてる人多分多いよ、世の中。うん、マジみんなも気をつけて。ただこの熱で出た期間、本当なら大きいことが行く予定を入れてもらったんですけど、そう、本当は1月から1週間ぐらいかな予定だったんだけど、12月そう入れてもらえてた部分あったんだけど、それもちょっとやめとこうかってなって行けなくなっちゃったりもしたんですけど、うんね、なのでそのおかげでずっとお家で休ませていただきました。うん、この数日間お家出てなかったからさ、ピクミンが全然できなかったんだよね。あの携帯ゲームの方ね。そう、あの携帯の方のねピクミンはね、いっぱい歩けば歩くほどいいんですけど、歩けなかったから。お家にいてもう何日間も空いちゃった。悲しい。うん、食べ物はどうしてたのって。もうこの4日間、3日4日ぐらいずっとお西ウーバーしてた。うん、本当にあのお家にあったものとかはあるから、野菜とかはあったから使えるもの使ったりとかもしたんだけど、何食べたの？うどんとか。正解、うどんめっちゃ食べたうどんめっちゃ食べた。うん、うん、溺れてないよね、びっくりした。もーちゃんはうどん派そば派？
私は圧倒的にうどん派です。そっか、でもさてはそば食べなきゃいけないのか。私おそばあんま好きじゃないんだよね。うん、太く短く生きようかな。私はうどんにしようか迷うな。でもこんな機会しかさ、おそば食べる機会もないからさ、迷いどころ。みんなうどん派かそば派があるね。どうしようかね。うちは余ってるそうめんです。そうめんもいいよね。にゅうめん大好き。何？年越しそばはその年の悪いものを断ち切るという意味があるらしいって。へえ、そばにしよう。悪いものすべて断ち切ろう。私じゃあそばにするわ。そんな悪いものだらけだったか。そうね、現に何回、まあ、風邪というか何回、今年何回体調を崩してるのかっていうのとか、そうね、あと何があったかな、悪いこと、まあいろいろあるよね、知らんけど。そばにしよう、断ち切ろう。おみくじも引きたいな。お正月行きたいな。どっかど、でも東京のさあいとこなんて全部絶対混んでるよね、初詣。ねー、奈良でも混んでるもん。東京なんてもっと混むよ。うん、正月は休みそう。1日2日はお休みかな。3日から私は活動します。うん、停戦の会って、そうね、一旦しないかな。来年の2月以降いつでも帰れるし。そうだよ、だからお正月混むしね、新幹線とか。卒業してからゆっくり帰ろうかなって。大阪ファミの時も帰らないのって。帰んないな。大阪ファミ、うん、なんかスケジュールがさ、なんかあれじゃなかったっけ。私大阪ファミ
ね、おいしい。ワンちゃん前乗りもできんのかなって思ってるぐらいなんですよね。だから奈良と大阪って実際近いんで、うん、場所にもよるかもね。ん？海カノのスピンオフ朗読劇あるからスケジュール？何海カノのスピン朗読劇あるって。ん？ん？月見？あれ決まってないよね、いつやるか。私がやるのか分かんないんだけど、まだ結果あれ私するのか分からないんだけど、そんな決まってないでしょ。私じゃないかもしれないからね、あれ。ワンちゃん、うん、決まってないよね。ビジュアル撮ったのにって。そうね、ビジュアル撮った時は知らなくて、そのこれは次の朗読劇の撮影ですみたいなのをあんま知らずに撮ってて。そうね、卒業までにやらないのであればどうなるのかまだわからないんだけれども、うん、やらないとかあるんだ。やらないはないけど大西じゃないかもしれないねっていうのはあるかもしれないね。なんて言われて撮影したのって、え、これ着替えてって着替えてって。これだけって、うん、で撮ってた。衣装かわいいみたいな、 AKB のなんかあの衣装みたいみたいな、どうしても君だ好きだ衣装見たいみたいな感じだった。何のものと知らずに撮るってあるんで、そうね、今まではよくわからないままなんかやってたものとかもあったから、もし今後ね芸能を続けるってなったら多分そういうのはちょっと先に教えてほしいですってなると思うんだけど、まあよくそれで10年やってたなって。いや、うん、そうね。いや別に AKB の時がそうだったわけじゃないから。うん。明日は美容院行けそうって。ね、どうしよう。まだ迷ってるんだよね。AKB みんなそんな感じなのか。いや、勘違いしないで。AKB みんながそうじゃない。私が今までそうだっただけ。アリゲーターは、私が入ってできた、入ってできたというか、作っていただいた事務所なので、こうね、あんまり芸能って感じの、うん、なんて言うんだろうね。みんなあんまり分からずやってた、やば、分からずやってた、難しいな。まあいろいろ、そうね、みんな、そうね、そう手探り、そうだね、そんな感じだったから、
うん、っていうのでね、今までうんって難しくなってしまう時も多かったんだけれども、うん、でも長年の話し合いを経てだいぶね、だいぶなるべく、うん、だいぶなるべく、だいぶなんか昔よりは話し合えるというか、こうしてほしいっていうのが、うん、意思の疎通ができてきたので、うん、うん、いいことじゃない、そうだね、いいこと、すごく大西は働きすぎだって、本当？今まではちょっとそうだったかもしれないんだけど、だいぶね、この11月12月はだいぶ休ませてもらえたので感謝です。でもさ、なんかさ、なんていうの、石さ、こうエゴサするときにさ、今日だったかな昨日だったかな忘れたんだけど、なんかまとめサイトみたいなのの URL みたいなのが出てくるんだよ。そうで、石その開いてみたの、最近のやつ、なんか自分が名前載ってたやつがあって、なんか大西がハロプロショップに行くみたいなまとめサイトがあって、開いてみたの。そしたら、この人はいつも舞台舞台舞台ばかりって書かれてた。面白い、笑っちゃった大西。いや、笑っちゃったんだけど。そう、なんかエゴサしたら出てくるんだよ、まとめサイトのやつって。普段開かないし、大西そんな多分まとめサイトに出てくるような名前が上がるような人間じゃないから、あんま見ることないんだけど、なんかまとめられてると思って見たら、この人はいつも舞台ばかりって、面白いと思って笑っちゃった。ふふふ、そうか、そんな舞台ばっか、まあまあ昔は確かに舞台ばっか入ってたけどね。面白い、そう、笑っちゃったっていう話。うん、そうか、あんまり確かにそんなに大西にさ注目してる、なんていうの、人じゃないとそういう風な人間に見えるよね。名前上がるたびに、わ、またこいつ舞台、またこいつ舞台ってなるよね。そら今年はいいスパンだったんじゃない。そうね、うん、うん、今年なんなら、何、うん、1回しかしてない、カルコメ抜いたら。そうだよね、カルコメ抜かんでって。カルコメは舞台か、あ、いや2回か、あ、そっか、とわつがいと声の形だ、そうだそうだ、じゃあ2回だ。カルコメ抜いたら2回だね。うん、あれ、これ、なんだろうな、舞台張りにページ数、台本のページ数はあったけど、うん、うん、でカルコメ、でも楽しかった、カルコメ、
大変だったけど、うん、うん、まあ舞台ばっかで やだよね。いや思う、大西もなんか昔はさ、なんていうの、まだそんなメンバーが舞台をしてない時に一人で舞台出て、その時にすごいいろんな衝撃を受けて、もっとなんか AKB の外で学びたいと思って、そこから舞台に出たいですって声に口に出して言うようになったんだけど、ここまで舞台しちゃうとね数年前の大西みたいなぐらいちょっと舞台しちゃうと、まあそれ やだよなとは思うんだよな、大西も。ただ昔は大西はちょっと選べなかったから、選べなかったっていうか、舞台なんか年に何本したいですとかっていうよりかは、もう入った舞台は全てやります、や全て来ますみたいな、なんていうの、大西になんていうのせ、うん、がなかったから、まああんなめっちゃ舞台舞台舞台になっちゃったんだけれども、うん、イエスマンだったかな、いやイエスマンというよりかはイエスってイエスの言うあれでもなかったんだよね、大西は。そう、それは自分が判断する前にもうスケジュールとして入ってたものだったから、うん、まああの時舞台たくさん出たからそういうイメージもあるのかな。うん、そうね。でも最近はうん、この舞台どうですかとか、お主が多くて年に2回がいいですとか言えるようになったから、今年もねカルコメを抜いたら年に2回だったしうんこれ抜いたら年に2回だったし、うん、そうやってねちょっとずつうんねカルコメなめなめ、カルコメ楽しかったよ、めっちゃ。朗読劇は、朗読劇はまあ自社でやってるものだからね、あんまりカウントはしてないかもね。朗読劇こそ自分でなんて言うんだろうね、選ぶ前にも入ってるというか、なので、うん、また出てって言われたら出るんって、え、なんかまた出てほしいなみたいな言っていただいたんですけど、って言っちゃったプロデューサー様にって言っちゃったいやー、ちょっと大変ですね。でも楽しかったカルコメの現場。こうやってさ、文句言える現場ってなかなかないからさ。なんか初めてこんな、なんだろう。なんだろう。敬語ニス少ない、ページ多い、セリフ多い、みたいな文句を言った気がする。でも楽しかったです、その分、うん、ただなんかいつもの舞台だとさ、見て終わる舞台もきっとあるじゃない、まあ大体舞台でそうだけど、でもカルコメはなんかね、なんかねやっぱコメディだったから、笑っていただけることとかもねなんか多くて、楽しいって言ってもらえたからすごく嬉しかったです。うん、ちなみに今年は舞台何個出たんだっけって、2つカルコメ抜いて2つですうん、面白い、いろんな舞台があるんだねって。そうだね、だからさ、なんか話戻るんだけどさ、そのまとめサイズにさ、なんかこう、なんかわかんない なんて文章書かれてたか忘れたんだけど、この人のファンはこれで楽しいのかみたいな書かれてて、
ごめんねって思っちゃった。ごめん。でもだからさ、大西もね、そっち側の人間というかさ、やばい終わっちゃうね。だからさ、いやそらそんな舞台してほしくないよなとか思ったりするんだけど、なのにさとかいうか、なのにこう卒業してもさ、演技してるの見たいとかさ言ってくれる人がいるのが、本当に大西はずっと不思議でたまらなくて、うん、なんかありがとうというか、すごいなって思った。ありがとう。やばいな、あと3分だ、終わります。ちょっとじゃあランキングの方、1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ。やばい、時間がやばい。1位、倉芝のりこ店、あとまあ本日誕生日です、さんありがとうございます、イエイ、お誕生日おめでとう。そして2位がコバットマーク大西よしさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がよっちゃんのゆうももち大好きだよさん、ありがとうございます、イエイ。そして5位がキョイさん、ありがとうございます、イエイ。そして6位が、エイトさん、ありがとうございます、イエイ。そして7位がウォーリーさん、ありがとうございます、イエイ。そして8位がタイチャ、今日お誕生日さん、ありがとうございます、イエイ。やばいやばいやばい、変わって思った、あやばい、あやばい、あと2分、ちょっと待って、ポンポンポンでいくね。1位、黒島のりこたやアットマーク本日誕生日です、さん。2位、コバアットマーク大西さん。そして3位が KITT さん。4位、よちゃんのゆももち大好きだよさん。5位、あっくん。そして6位、キョイさん。7位、エイトさん。8位、タイチャー、今日誕生日さん、おめでとうございます、おめでとう。そして9位がボーリーさん。10位が大粒ちゃん。11位が MM ルーズアロラ、MM ルールズアットマークギフノルト人生に乾杯さん。12位がカワチアットマーク大西楽しさん。そして13位が翼さん、ありがとうございます、イエイ。そしてタワーかな、タワーが1位の方でございますか、ありがとうありがとう。1位の方呼んでいきます。1位、黒芝のりこ店アットマーク本日誕生日です、さん。黒芝のりこ店さん、黒芝のりこ店さん、黒芝のりこ店さん。タワーありがとうございます、ありがとう。そしてお誕生日おめでとうございます、ハッピーバースデー、素敵な一年にしてね、イエイ、おめでとう。皆様も本当にありがとうございます。もう一人の、ね、お誕生日の方、タイチャさんかな、タイチャさんもお誕生日おめでとう。みんないい一年にしてね。皆様も本当にありがとうございました。ということで、本日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか。でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の西桃香でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。ではおやすみなさい。じゃあね、ありがとうございました。